の子が。そうなのか。あの技がある。間違いあるまい。赤ん坊がこんなところに。あの嵐の中、無事でおったとは。笑っておる。ん？もしや、この子は。ああ、よしよし。一人で心細かったじゃろ。もう心配いらんぞ。ありがとね。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってば本当ドジだよね。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。私たちを案内してくれるみたい。さあ、行こう。我ら意志の民、大地の精霊と共にあり。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてだもん。
それじゃあ行きましょ。ん？あなたとルキのおかげで助かったわ。小さな魔物だったから運が良かったわね。ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、あなたが一緒だしへっちゃらだわ。さあ行きましょう。見て、真っ白だわ。霧がこんなに。助けてマネちゃんを驚かせようと思ったんだ。でも魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと今までなかったのに。それはそうと、ダメよマノロ、こんな危ないことしたら。さあルキと一緒に村に戻ってなさい。うん、わかったよ。ありがとね。あんな怖い魔物を倒しちゃうなんて強くなったんだ。もう少しで頂上だね。やだ、雨が降ってきたわ。急ぎましょう。着いたわ。惜しいな。天気が良かったらきっと絶景が見れたはずなのに。早くお祈りを済ませないと。私たち。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。そのあざは一体。あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。さ、
早いとこお祈りを済ませましょう。我ら意志の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らをこれからも見守りください。広かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。それじゃあ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。ただいま、おじいちゃん。二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神の岩に雷が落ちたから怪我をしてないかみんなで心配しておったわい。頂上で何が起こったのじゃ。そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのかわしに教えてくれるかな。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。この世界ロトゼタシアがいかに広大かを石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さてそろそろ村に戻るとするかの。お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。よかったわ。安心したわ。私たちも行きましょう。あら、おかえり。無事成人の儀式を終えたようだね。村中で噂になってるよ。うちの息子エマちゃんの足手まといにならなかったかい。全然。ねえペルラおばさま、聞いて、すごいのよ。神の岩の頂上でね、私たち魔物に襲われたの。私なんて崖から落ちそうになっちゃうし、本当にもうダメって思ったわ。でもね、その時あざがピカーって光って雷が魔物に直撃したの。まるで彼が雷を呼んだみたいに。なんだって。あざが光って魔物を退けた。そうかい、そんなことがあったんだね。考えないようにしていたけど、おじいちゃんが言っていた通り、運命には抗えないのかね。ついにあのことを話す時が来たようだね。これを受け取りなさい。
あんたが成人の儀式を終えたら、その首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれててね。実は16年間村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。勇者？勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってるっておじいちゃんずっと言ってたわ。あんたが成人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。そして王様にその首飾りを見せたとき、すべてが明らかになるだろうって。だからね、あんたは勇者の使命を果たすため、この村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。そんな。さ、明日から当分会えなくなるわ。今夜お母さんがとびっきり美味しいご飯を作ってあげるからね。あら、あなたも眠れないのね。私もよ。なんだか眠れなくって。ねえ、この木覚えてる？子供の頃この木にスカーフを引っ掛けて私お泣きしたんだよね。でもあなたは何とかしようと村中を駆け回ってくれて。そういえば成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私子供の頃からちっとも変わってないわね。私ね、あなたはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。あのね、おじいちゃんから前にちょっとだけ聞いたことがあるの。遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。そしてその後勇者は星になって今もこの世界を見守ってるらしいわ。ほら、あの星よ。あなたが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。さあもう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。じゃあね。本当に立派になって、その姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。忘れちゃダメだよ。あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられるってお母さん信じてるわ。だから頑張ってくるんだよ。そうだわ、花向けとして
あんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。デルカダール王国に向かう前に村の道具屋でしっかり旅立ちの準備をしていくんだよ。さあ、村のみんなもあんたの旅立ちを見送ろうと集まってるわ。準備ができたらあんたも来るんだよ。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。お主の祖父テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。テオがお主を拾って、いや、連れてきたのは確か16年前じゃったの。ごく普通の子供だとばかり思っていたお主がまさか勇者の生まれ変わりとはの。勇者とは伝説の英雄。その昔大いなる闇を払い世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが、まあテオが言うならそうなんじゃろうな。デルカダールの王様に会ったらくれぐれもこの村のことをよろしくな。勇者様を育てた村ということで王様から何か褒美がもらえるかもしれんからな。村長、そりゃはしたないですって。冗談じゃよ冗談。ともかくこの先お主にはわしらでは想像もつかぬような運命が待ち構えているかもしれん。故郷を離れ旅に出るお主にこのロトゼタシアの地図を授けよう。道に迷った時はこれを見るのじゃ。よしよし、この馬もお主に授けよう。村一番の器量よしの馬じゃぞ。村を出てまっすぐ北へ向かえばデルカダール王国じゃ。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあってもくじけずに頑張ってくるんだよ。元気ですか？待って。これ受け取って。昨日あなたが旅立つって聞いて急いで作ったの。デルカダール王国は村を出て北にあるわ。村の外は魔物が出て危険だから、そのお守りをしっかり身につけていくのよ。どんな使命があるのか私にはわからないけど、どこにいてもこの村のこと忘れないでね。絶対に元気で帰ってきてね。お前さ、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。この俺がいいことを教えてやるぜ。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。何？こんな開けた場所で休んでいて魔物に襲われないのかって？安心しな。あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて魔物を寄せつけねえんだ。それだけじゃねえ。
あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり毒の治療をしてくれたりするんだぜ。まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをおすすめするぜ。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせない。キャンプを制する者は旅を制す。でな。ほっ、お前さんに伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。待て、止まれ。旅の者よ、一体何の用だ。ふざけたこと言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。さあとっとと帰れ。俺たちは忙しいんだ。その首飾りを王に見せたいと思うんですか。わかった、待っておれ。実は先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですのでどうぞお入りください。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。イグノワの首飾りか。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。その技こそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ喜べ、今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。時に勇者よ、そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか。なるほどな、医師という村か。ホメロス、しかと聞いたな。はい、しかと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは。ホメロスよ、分かっているな。あとは任せたぞ。はっ。
まさか一人で乗り込んでくるとは。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者、勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者、勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運であったな。よし、この者を捕らえよう。